ードは任せて。真っ向勝負です。どんどん行くよ。ゲームセット。これで、えい。外しません。リードは真っ向勝負だ。私だってゲームセット。この調子。やってやる。仰せのままに。よし来た。負けないからね。いくよ。よし。よいしょっと。勝負リードは任せて。私が行く。私だってゲームセット。どんどん行くよ。ゲームセット。へい。リードは任せて。私がやってやる。前進。困難こそ人生。仰せのままに。助け出します。釣られることで見えるものがある。道を妨げるものは去れ。他人はお前だ。準備はできてるよ。私だけの飛びっきりのホームラン。ゲームセット。嬉しいな。真っ向。私が行く。やってやる。これで、えい。えい。ぬるい。負けないからね。よし来た。リードを任せて。リードを任せて。行くよ。よいしょっと。全速前進。真っ向勝負です。どんどん行くよ。ゲームセット。へい。ぬるい。外しません。邪魔です。勝負どころだね。やってやる。承知です。前進。決着をつける。困難こそ人生。試練一戦。我が最高の刃打ち切れるか。はあ。落ちろ。ぬるい。つられることで見えるものがある。道を妨げるものは去れ。とが人はお前だ。嬉しいな。
カメラオッケー、マイクオッケー、準備オッケー。それじゃあ録画開始。はい、今日も始まりました。おとなし一恵のいちいちチャンネル。元アイドル、今舞台少女の一恵ちゃんが、名前はおとなしだけど全然おとなしくない賑やかな配信お送りします。わあ、パチパチ。はい、そういうわけで一恵ちゃんの激フェスリポートも今回で3回目。全国から集まった舞台少女たちによる学生演劇の祭典激フェス。その裏側をお届けできる範囲でお届けしちゃいます。わー、パチパチ。では早速なんですけど、昨日第3回の本読みが行われました。そこで私は、お、早速コメントがついたね。TNZ さんからコメントありがとね。なになに、いつも配信楽しみに見ています。おー、ありがとう。前々回から始まった一恵ちゃんの激フェスリポート興味津々なのですが、嬉しいな。昨日の本読み、あれは何？あんなおバカなアドリブ、何考えてるのよ。おバカ？おバカって何？それにアドリブって、了解。クシャッチの行く先、明るい未来。この大空のアイドル、空に輝く太陽ちゃんがバッチリ照らしちゃうからね。あのこと？そう、そのことよ。うわぁ、フミ！まったく、どこ探してもいないんだから。やっと見つけたわよ。じゃあこのコメントくれた PNZ さんって、 PNZ ポンズ、あ、ポンズってこと？何回も言わなくていいわよ。いつも配信楽しみに見ていますってのは？そんなことより、昨日の本読みのことを聞いてるのよ。そんなことって結構大事なんですけど。あのアドリブ、なんで脚本のセリフをあんなに変えちゃったのよ。ああ、あれ、っていうか、なんで私怒られてんの？
当然でしょ。脚本チームが書いてきたセリフをあんなおバカなセリフに。だってそれは昨日言った通りで、しおりちゃんの戦車があんなキャラになったことだし。私の太陽も明るく元気で可愛いキャラクターにしたらどうかなーって。戦車は脚本チームが作ってきたキャラクターだし、あのセリフでしょ。あんたのアドリブとわけが違うのよ。だって脚本もらって本読みやっていろいろ読み込んでいくうちにさ、明るく元気で可愛い太陽の方が絶対いいって思ったんだもん。明るくて元気で可愛いって、それじゃいつものあんたのお芝居じゃない。いい？これは激フェスなのよ。演劇の最高峰、リメーカー演劇家の最高がかかった決して失敗できない舞台なの。そして脚本が完成していない今が絶好の機会。脚本チームは劇フェスの戯曲をみんなに出番がある群像劇にしようとしているわ。みんなに均等に出番を。でもそれは同時に全部のキャラクターの色合いを均一にしてしまう可能性がある。だから今こそ名乗りを上げるのよ。劇フェスの主役は臨命館だと。群像劇とは言っても主役は必要よ。戯曲の中心を貫き、舞台の真ん中で輝き、作り手をかきたて、演者を導き、観客の目を奪う強烈な存在。主役が。作る側のためにも、演じる側のためにも、見る側のためにも。だから私たち臨命館が主役の座を奪うでしょ。あの日誓ったはずよ、玉尾と私と一恵、三人で劇フェスの舞台で最高の演技を見せ、他の演者たちを圧倒する。最高のきらめきを放ち、この舞台の主役が臨命館、いえ巴玉緒だと証明し、演劇家最高の足がかりを作ると。そのためには、いかなる犠牲も厭わないでしょ。分かってるよ。分かってない、分かってないのよ。昨日は脚本作りのための最後の本読みだったのよ。なのにあんたは。自由に楽しそうにのびのびと演技して、セリフまで変えて、演出チームの逆鱗に触れて出番を減らされでもしたらどうするつもりだったの。でも好評だったよ。
結果論でしょ。じゃあ玉尾は？え？昨日の玉尾さ、八千代ちゃんからアドリブを振られて楽しそうに答えてた。脚本にないセリフを喋りながらあんなに楽しそうに。それはあんたのアドリブで場が崩れたから仕方なく。あれが本当の玉尾だよ。トミオ踏みつぶされ！いける。そこ、うん、負けないからね。シカトミオ踏みつぶ、いくよ。負けない。たわいもない。こうかな。これで弱すぎる。出陣。これね、やってみるわ。はっ、たわいもない。全速前進。これで はっ、たわいもない。踏みつぶ。しかと出陣。こうかな。弱すぎる。負けない。はっ、たわいもない。殲滅します。焼き払え。みんなを照らすよ。やってやる。我が波動もここまで。あらば地獄にて待つ。たわいもない。あたしの力も昇れ。太陽日の光で闇を払う。サンサンサンシャイン。大満足。ありがとうございました。これね、いける。そこ、はっ、たわいもない。たっ、いくやってみる。こうかな。優雅に。はっ、出陣。いくよ。負けない。はっ、たわいもない。全速前進。やってみるわ。仰せのままに。優雅に。い
ける。そこ、たわいもない、外しません。いくよー、仕掛けにやってみるわ。よすぎる。はっ、そこ、はっ、いくよー、仕掛けにやってやる。これでよすぎる。負けない。はたわいもない。ここで決めちゃうよ。泣き払え、踏み潰す。つまり飛び入り誕生です。みんな見ててね。みんなをスターライト誓います。一緒にスターになるんだから。やったー。我が波動もここまで。あらば地獄にて待つ。たわいもない。見つけたね、私たちの星を。劇フェスの本読みが始まってからずっと無理してたけどね。自由に楽しそうにのびのびと、それってもともと玉尾のお芝居なんだよね。分かってるわよ。でも演劇が最高の足がかりを作るためにはいかなる犠牲も恐れてはいけない。今までの自分や伝統、いろんなものを犠牲にして追い込まなければ。太刀打ちできない相手がいるでしょ。分かってる。マヤちゃん、クロちゃん、カレンちゃん、ヒカリちゃん、シズハちゃん、司ちゃん、アキラちゃん、しおりちゃん、しおり、何が言いたいのよ。別に、リンメーカー演劇家最高の夢は私にとっても夢だよ。そりゃ最高できたら最高ですとも。でもあの日から玉尾の芝居窮屈になっちゃった。確かにすごい演者たちばっかりだけど、勝つことばっかり考えて玉尾の良さが全然出てない気がするんだ。共演者の命を刈り取る死神を無理して演じてる気がするんだよね。みんなの夢を背負って柄にもない悪役を。演じるべき役を分かってるのよ、玉尾は。分かってるんだ。でも似合ってないんだよね。玉尾はもっと伸び伸びしている方が合ってるんだよ。舞台を愛し、観客と共演者に愛されて、伸び伸びと自由に演じてる方が。一恵、私たちのあの誓いを破るつもり？
私たちを裏切るつもり？裏切る？もう物騒だな。まあそんなところも踏みらしいんだけどさ。そんな甘い考えでいつもの演じ方で勝てるの？あの共演者たちに。玉尾は分かってる。これは舞台の上の戦争だって。だから私たちも玉尾を中心にして一つにならないと。あの子たちには勝てない。失ったものは取り戻せない。それで取り戻したものって本当に私たちが欲しかったものなのかな。生きてる今を燃やし尽くし、精一杯の一瞬と命のきらめきを放つ、それが凛明館の舞台のはず。誰かに勝ってたった一人の主役が生き残る舞台って、それってそれってシークフェルトの舞台だよ。分かってるんだ、玉尾が自分の甘さを克服するために、フミの持ってるシークフェルト的な厳しさを必要としているってことも。でも玉尾に負担をかけて取り戻した舞台は、私たちが取り戻したい舞台なのかな。ルイやユユコが憧れた凛明館の舞台なのかな。彼女たちに残すべき、誇るべき舞台なのかな。そんなこと。そんなこと言って、このまま再婚が叶わなくてもいいわけ？フミはどうなの？私…玉尾を立てて、凛明館演劇家を再興させようとしてくれてるけど、フミはちゃんと主役を目指してるの？なの、ちゃんと主役を目指してる？それとも玉尾を主役にすることが目的なの？死神の玉尾を駆り立てて激フェスの舞台で取り戻したいものがあるのはフミじゃないの？何言ってるのよ、イチエ。慣れなかったもの、立てなかった場所。違う。玉を使って失ったものを取り戻そうとしてるのは。違う。あなたじゃないの、夢王子フミ。違う。じゃあ証明してみせてよ。このレビューで。あっ。
行くよー。仰せのままに。こうかな。えい。いざ。マイローパー弱すぎる。これで弱すぎる。次の敵はさて、仰せのままに。マイローパー、いよいよわー。いざ滅却。馬引け。よし来た。やっちゃうぞ。王政のままに。てい。いくよ。えいや。た。た。いくよ。馬引け。いくよ。えい。弱すぎる。ありますえ。いざ。こうかな。行くよ。やってやる。これで弱すぎる。殲滅します。最終安全装置解除。いいわ。目標確認。塔の裁き。全訪問発射。結果確認。ありがとうございました。さて、馬引け。仰せのままに。てい。困難もありますえ。いざ。外しません。踏み潰した。こう張れ。こうかな。まだまだ。行くよ。やる。承知です。弱すぎる。殲滅します。踏み潰す。馬引け。仰せのままに。これで馬引け。踏み潰す。馬引け。困難もありますえ。いざ。えい。弱すぎる。えい。いざ。殲滅します。追ってくる者のため、応援してくれる人のため、お手本見とき。見とき。打ち方舞台少女や。一花咲かせてギャフンと言わせたる。かわいいな。
進め、我が軍の勝利に全てを蹴散らせ。弱すぎる。うまくできてましたか。デビュー。それは歌とダンスが織りなす魅惑の舞台。最もきらめいたレビューを見せ、少女の心に火を灯した方には、未知なる主役への道が開かれるでしょう。デビューの開演です。探して求めた唯一無二も、選んだ舞台は断崖絶壁だけど、ここから一発逆転、一期一会の晴れ舞台。林明館演劇同好会音無一会、聞かせてみせます、命の響き。心を焼かれて逃げ落ちし、再び登るは滅びの舞台。過ぎたあの日にしおり、なれなかったもの、立てなかった場所、玉を使って失ったものを取り戻そうとしてるのは、違う。過ぎたあの日にしおりを挟み、新たなこの日を果てなき舞台に。林明館演劇同好会夢王子ふみ、歌い上げます、命の夢を。時を超えた永遠の戯曲。未知なる主役の座をかけて、歌って、踊って、奪い合いましょう。
人が行ってくるんだよね。大丈夫、またいつか再結成できるよって。そんなことできるわけないのに。なんで決めつけるのよ。だって解散したことには理由があるでしょ。見落とされてなかったから読んだんだよ。そのことを考えずに同じことをやったって。でまた同じように滅ぶだけ。だったら何度だって蘇ればいい。転んだって何度でも。忘れたの？リメイキは滅びの美学じゃない。無責任。滅びが美しいのは、きらめく宝石のような日々があったから。ルイやリュウゴが憧れた眩しい日々があったからだよ。滅ぶから美しいんじゃないの。なのにさ、滅びの美学なんて言葉でごまかして。取り戻したいのは滅ぶための舞台じゃない。ただ滅ぶために蘇らせられる、そんな任命感の演劇か、かわいそうじゃない。そんな場所をルイやユユコに残していくの。あの子たちは届かないきらめきを永遠に追い続けることになるんだよ。だから私たちが取り戻すのは過去じゃないの。新しい演劇家で新しい舞台を作っていかなくちゃダメなの。そのために私たちは立ち上がった。覚悟を決めた。だけど、ふん、今のままのあなたとじゃ進めない。ふみが過去にとらわれたままじゃ一緒に未来に進めないよ。過去にとらわれた私が。勝手なこと言わないで。分かったようなこと言わないで。こっちはずっと海のことを見てきたんだよ。おとなしい一恵をなめるな。あきらちゃんを見るあの目、しおりちゃんを見つめるあの目、過去を捨てたのか、過去から逃げてきたのか、知らないよ。シンクフェルトに未練の当たられ見てられないよ。過去を捨てたのか、過去から逃げてきたのか、それはわからない。すごい、目がチカチカするくらいキラキラで。書かなくちゃ。お話を。もっと。ああ、また始まってしまったのに。このままでは物語の確定が、きらめきを受け止める少女の心が持たない。
早く来てくれドリュー。ミレン、あんたに私の何がわかるっていうのよ。やってたんだからね。スポンサーさん、プロデューサーさん、ディレクターさん、スタッフさん、ファンの人たち、たくさんの人たちのたくさんの感情をずっと見てきたんだから。顔を見れば、目を見れば、何を考えているのかなんて大体わかるんだから。自分の演技はイマイチでも、人を見る目はピカイチなんだよ。え、誰の演技がイマイチなのさ。何にも言ってないわよ。分かるんだよ、私には。本気でやってたスイーツプリーツがなくなっちゃったんだから。そんなに簡単に捨てられるわけがないんだから。CD もグッズも衣装もファンレターも一生捨てないって決めてる。捨てられない。未練や後悔や執着があるから、明日は明後日はって考えて乗り越えようとするんだよ。だから見ないふりはダメなんだよ。未練の執着も後悔も全部受け入れて乗り越えていくんだよ。目を背けずに新しく。私に言ってあげたいもん。スイーツプリーツは解散しちゃったけど、今の私ひらめいてる。今の私幸せだって。それはスイーツプリーツがあったからだよって。ありがとうね。感謝してる。演劇家を助けてくれたこと。演劇家は亡くなって同好会になっちゃったけど、フミが来てくれてからの日々は私たちの宝物。だからこそ苦しんだ。私たちじゃ、私じゃ、フミにしてあげられないことがあるんだって。あるんでしょ、シークベルトの舞台で残したこと。魔王が未知なる主役になっても、フェスで主役のきらめきを放っても、林明館演劇家が再興しても、海がなくしたものの代わりにはならない。きっと そうやって手に入れたものは、君が望んだものの代わりにはならない。どうしよう、お話があふれて止まらないのに。
それを言葉にできない。言葉を知らないの。エール馬引け！踏み詰め！やっちゃうぞ！困難もありますえ。いざ！えい！弱すぎる！油断大敵じゃな。砲を張れ！よし来た！承知です。砲を張れ！ふりゃあ！いや、よし、縁の下の力持ち、仰せのままに、やっちゃうぞ。砲張れ。承知です。ハッピー、そこ、よし、わっ、やっちゃうぞ。いくよ、参ろうか。いくよ、えい、弱すぎる、えい、踏み詰めを張れ。これで弱すぎる、こうかな、弱すぎる負けないからね。まだまだ全速前進、準備はバッチリ、蹂躙する。さ、お宝はいただきだよ。バナナにお任せ。届かなくて眩しい。どうしてそんなにきらめいてるの。うん、七つ進め、マカ君の勝利に全てを蹴散らせ。弱すぎる。みんなをもっとハッピーに。やっちゃうぞ。馬引け。踏み詰めす。いくよ。困難もありますえ。いざ。これで。踏み詰め。仰せのままに。よし来た。えい。弱すぎる。外しません。えいや。
よいしょっと。油断大敵じゃな。よし来た。ほう晴れ。仰せのままに。ハッピー。負けないからね。参ろうか。負けないからね。まだまだ。殲滅します。胸の高鳴りを。さあ、あなたの宝はいただくよ。いいじゃない。巡り合ったし、恋人たち、何が二人の運命を導くの。この浮気者、荒れ狂う海の怒り、受けてみて。まだまだ。みなが突き進め。マンガ君の勝利に全てを蹴散らせ。弱すぎる。ありがとうございました。それでは永遠の戯曲が途切れてしまう。エル！だったら役に名前をつけていけばどうかしら。例えばこのカードみたいに。お前はメガネ。誰がメガネよ。危ないところだったけど、なんとか間に合ったみたいだね。ミチル。劇団 A、 ただいま参上。連れてきたよ、劇団 A 最強最高のブレーンを。姉さんは。私は、そうね、ジュンジュンって呼んでくれていいわ。ジュンジュンさん。あの、このカードは？これはね、タロットカードっていうの。描かれている絵をアルカナって呼ぶのよ。あるかな。剣撃家を解放させたい様の覚悟は分かり、それを支えようとする海の気持ちも。だけどこの玉を言い訳にして、ここに海の舞台はあるの。の舞台に海はちゃんと立ってるの？私は見たい。海の舞台は、魂さとか後ろめたさとか、そんなものから全部解放された海の舞台を。全力の笑顔で全力のお芝居をしている海を、倫明館演劇家の舞台で見たいんだよ。勝手なこと言わないで。勝手なこと言って
何が悪いの？傲慢でわがままなのが舞台少女でしょ。このへりくつアイドル、うるさい手早くツンデレ。あんたに私の何がわかるのよ。わからないから知りたいの。こっちはね、フミの本気のお芝居が大好きなんだよ。鬼滅の主役になっても罪は変わらないんだよ。うるさい。ずっと過去を封印してかさぶたの上で演じ続けるの。うるさい。それが本当の舞台なの。夢王子フミ、うるさい。私はただ部外者だった私を受け入れてくれた林明館と玉尾のために恩返しがしたいだけよ。部外者ね。まあいいや、やっぱり上手だね、フミは。お芝居が。え？だから玉尾のこと頼んだ。そりゃそうでしょ、私に勝ったんだし。いや、勝てたよ。私が本気を出せばフミなんてちょちょいのちょーいなんだけどさ。だけどさ、太陽のやるべきことは全部やったもん。あとはフミ次第だよ。私はほら、お気楽楽しくお芝居したいし、太陽みたいに明るくみんなを照らしてたいし。やっぱりさ、今の玉を引っ張っていくにはフミの演技力が必要だと思うしね。だから玉をのことはフミに任せた。ということで、一恵、玉を未知なる主役にしても私の過去は変わらない。何もなくしたものの代わりにはならない。これじゃどっちが勝ったか分かんないじゃない。未練、後悔、執着、舞台少女を駆り立てる燃料、新たな舞台を目指すために舞台少女は過酷な過去に向き合わねばならない。かつての自分を燃やして己を再生産するために。これが舞台少女ドリュー。わかります。
妥協と信頼のレビュー終了します。太陽。そう、太陽。あの空でさんさんと照らしている太陽のカードよ。太陽のアルカノの正位置には成功とか誕生とか目覚めなんて意味もあるの。正位置。じゃあ逆位置は？すごいわね、もう覚えたんだ。ジュンジュンさん、もっと教えて。私にもっと、もう、エルちゃん？お、寝ちゃった。今頃ベッドで目を覚ましている頃かもしれません。ありがとうございました、ジュンナさん、ミチルさん。もう少しでエルの心は舞台少女のきらめきを浴びすぎて内側から張り裂けてしまうところでした。メガネ来てくれて助かったドリュー。誰がメガネよ。私はただ一人で困っている女の子を放ってはおけなかったの。ただそれだけよ。ジュンジュン、グッジョブ。もうグッジョブじゃないわよ。いきなり劇団 A に入ってって言われた時は何事かと思ったわ。でもさすがジュンナちゃんだったよね。かなりわけわかんないこと言ってる自信があったんだけど、すぐに理解してくれたもんね。まあちょっと変なことは調べてたりもしたから。でも戯曲 A かっこ課題、永遠の戯曲を作るための劇団 A か。責任重大ね。でもこれでなんとかエルちゃんの暴走止めることができたし。動き出したよ、劇団 A が。あとは